レオニー・マルタンは、フランスのカトリック教会、聖母訪問会の修道女。カルメル会修道女で、カトリック教会の聖人リジューのテレーズの姉。フランスのルマンディのアランソンで、マルタン夫妻の三女として生まれ、二人の姉と二人の妹に囲まれて育てられたが彼女は病弱で、知恵遅れであったため両親を困らせていた。特に母は、レオニーの行く末を、 心配者ねで、聖母法門会修道所のマリードジテや弟のイシュドールに相談し、祈りを依頼した。幼少期から修道院経営の寄宿学校に在籍していたレオニーは、修道所になる憧れを追いき、おばに本物の修道所になるようにと手紙で頼んだ。おばや家族は困惑したが、おばは彼女の願いを受け入れた後、病気で死去した。その後、母も、 長年患ずらっていた乳がんで亡くなり、悲しみを言えぬうちに、一家ともに理事に移り住んだ。やがて、姉妹が相次いで、修道院に入り彼女も決心し、最初に、クララ会に入会したが健康上の理由で退会し、一度目の挫折を味わった。次に、おばが在籍した、カーンの聖母訪問会に一度目の入会をするが、退会し、その間、末の妹ティレーズが、 カルメル会に入り修道場になり、父が失踪したりしたが彼女は三度目に二度目の聖母、訪問会に入り、修練女として着衣し、デレーズドジテの修道名を名乗った。しかし、父が心臓発作で亡くなったのと、修道院の厳しい規律に耐えかね1895年7月20日、大会を余儀なくされた。姉の三度の挫折に心配し、 心を痛めたテレーズは手紙を通して、レオニーを励まし、神に信頼するように悟した。1897年9月30日、最愛の妹テレーズは、結核で死去。レオニーは4度目の修道生活に挑戦し1899年6月30日、36歳で2度目の着衣を済ませ修道名を妹とフランシスコ・サレジオに、ちなみ、フランソワーズ・テレーズと名乗った。 1900年、西岸を建て修道所となった。以来、順調よく修道所としての道を歩み、1915年、テレーズの劣勢調査に協力するため3人の姉妹との再会を果たした。1941年6月17日、死去し、カーン市民は、聖女の姉の死を心から痛み、修道院に駆けつけた。レオニーは修道院地下墓地に埋葬されたが、 1960年頃、彼女の墓を訪れる巡礼者が増加し、修道院側はそれに対応し彼女の墓を近域から外して参拝を許可した。ありがとうございます。